お帰り祭りは、石川県白山市三河地区市街地にて、毎年5月の第3土曜日、日曜日に行われる、富士塚神社の春季礼祭である。初日は、新港祭、二日目が観光祭と言われ、11の町と、船食祖、家家匠から計13台の三輪の台車と呼ばれる、橋が巡行する。また祭りの特徴の一つとも言える。 八角型の御腰がラッパ州の賑やかなラッパに先導され、三河の町を担ぎ出す。また金曜日には、宵宮が行われる。藤塚神社は、方位、鬼門よけの神を祀っており、古くは藤塚村と呼ばれた当地の表鬼門の場所が、高浜歌美所狩宮、裏鬼門が、藤塚神社本社であった。一日目の新公祭には、 裏気門の藤塚神社から表気門の高浜御旅所へ二日目の観光祭には逆に表気門から裏気門へ御腰とそれに渡御して十三機の台車が引き出される。観光祭では高浜御旅所より本社である藤塚神社へ御腰と台車が戻る際十丁のうち一丁の通りお帰り筋を通って戻ることがお帰り祭りと言われる由来となっている。 祭礼の起源は、古くは藤塚村、後に元吉と言われた北前船で栄えた町並みが、現在のように整った、元禄年間以降の250年から300年ほど前と言われているが、これまで三河では町全体が消失するほどの2回の大火を含む火災が5回あり、起源を示す資料が残っていない。なお、祭礼の資料としては、八百十一年四月に、 元吉武行所が出した五祭礼札についての注意が記録として残っており、その頃にはすでに行われていたと言える。御旅所である高浜御旅所付近の道路には露店が数多く並ぶ。祭礼は1966年まで5月29日、30日、それ以降は5月22日、23日に行われていたが、現在は5月第3土曜、日曜日に行われている。 なお、2001年12月25日には、石川県の無形民族文化財に指定されている。二日目の観光祭で高浜お旅所より十町のうち一町の通りを通って本社である、藤塚神社へ、御しと台車が戻るが、その通りを、お帰り、筋という。各町の通りにお帰り、筋が巡ってくるのは十年に一度のことであり、担当町内の家々は、 祭礼に向け家を修理し、畳を変え、調度品を揃え、軒先におみあかりと書かれた丸上鎮を立てるなどの準備をする。観光祭当日は夜の7時からの新事新しい線の儀の後、お立ちとなるが、各家々では数多くの料理やお酒を用意し、親戚や知人、友人、取引先など数多くの人を招き、深夜まで盛大にもてなす。また、 お帰りの台車が通ると、引き手の男衆、関係者なども家にあげて、料理や酒を盛大に振る舞うのだが、これが何件も続くこととなる。以前は、縁もゆかりもない見物客にまで家にあげて、豪勢に振る舞ったそうである。お帰り、獅子と呼ばれる、加賀獅子の系統を組む、大きな胴体を持つ獅子である。ラッパ州と騎手、三越の担ぎ手は、三河高家青年団が受け持つ。 青年団は黒紋付け、袴に白たすきをかけ、白は血巻きを巻き、足元は白旅姿の凛々しい姿で、ラッパ州は脇に扇子を刺し、肩にはビューグルをかけている。ラッパ州と騎手は進行方向とは逆を向き、ラッパ州は横並びに肩を組みたい列を組み、ラッパを吹き温度を取りながら、騎手は飛び跳ねながら、両手で暖気を大きく振り、新予体をこぶしながら、 後ろ向きに進む。新予体は三越を担ぎ後から続く。ラッパ体は九百三十年頃から始まったと、される。三越は、先代の三越と、現在担ぎ出される二期が現存する。八百三十六年、先崎代の三越を八百三十四年に、消失したため、新たに北前船で財を成した交渉の海鮮とんやこうやサブロウエモンが寄進した八面四。 扉型の御しである。大津坂本の日吉大社の御しを参考に、大工の奥や与左衛門が制作したもので、後に、官員の宮から許しを得て、屋根には十六弁の菊家門が付けられた。また、1857年3月、京都人名寺、小室御所より、菊家門小入り御しの上絹日寄と尺状が可視され、これまで門外不出と伝わっている。この御腰と、 菊花文章入り日用い、釈状という書書は、1976年4月17日に、三河町の有形文化財に指定された。なお、現在担ぎ出している御輿は1980年代になって新たに制作されたやや小型のもので、通常は、先代の御輿が、藤塚神社、担ぎ出す新しい御輿は、お旅所内に安置されているが、祭礼当日は、 富士塚神社よりお立ちになるため逆になる。また、祭礼に関わる男性の衣装が文夫、袴に白旅、白花をの接たの装束なのは、天皇家からの歌詞に対して、敬意を示すために清掃で参加しており、現在まで綿々と続いているものである。十一の町と船植草、船食素家方組から出る十三代の台車は、京都の祇園祭りの保山を模して作られたとされ、 前輪は直径約90センチメートルの一輪、後輪は約1メートル80センチメートルの大きな二輪の三輪車である。車輪の上には一台が桜の花が満開の老木を模した台車、七台が大きな傘を開いた傘鉾型台車、五台が四本柱に東波不屋根の屋台型台車となっている。各台車には太黒の漆絵、金箔、金庫、 彫刻など、三河の伝統工芸である、三河仏壇の技術が注ぎ込まれている。また車輪からは大きなきしみ音が出るが、わざわざ車軸と車輪の間に油を塗布した小馬を挟んでいるからである。夜になるとちょがつけられ、明かりが灯される。また、街角を曲がるときは前輪を持ち上げて曲がる。なお、13台分の山倉は、お旅所となる、高浜宮殿境内にある。 毎年、台車の巡行順は、九時で決められるが、今町は一番山と決まっている。また末広町は十三番山と決められていたが、現在は九時を引いている。出店、屋台型台車出店、屋台型台車出店、傘さほ型台車出店、傘さ型台車出店、傘さ型台車出店、傘さ型台車出店、道央受大車出店、かさ型台車出店、 屋台型大車出店、傘鉾型大車出店、傘鉾型大車出店、屋台型大車出店、屋台型大車。ありがとうございます。